ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は素敵な和風村の夕日が丘村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、夕日が丘村に出発。はい、夕日が丘村に到着。おー、いいね、いいね。桜や桜。夢の世界へようこそ。あなたは今、夕日が丘という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の夕日が丘の世界をご堪能遊ばせ。お、着替えは2種類。さあ、こっち側は？こっち女の子用かな？よそ行きな服、ベレー帽。こっちは？あ、勇者の帽子、勇者の服。なるほど。なぜその装いなのかはわからないけれど、とりあえず女の子用で行こう。あ、この周りの、見て、鯉。鯉とか泳ぎよりやん。かわいい。マーガレットの傘、シャボン玉。ピンクウサギ風船。あ、間違えた。マーガレットの傘で行こう。さあ、ってことで着替えて行きます。そしてマーガレットの傘。じゃーん、こんな感じで。かわいい。いいね、いいね。あ、短髪に似合うな、ベレー帽。さあ、それじゃあ、一軒目のお家に行きたいんですが。あ、ここ公園？カフェ。あ、ここあれやね。喫茶鳩の巣の入り口。かわいい。あ、この辺でピクニックも。あ、なるほどね。キャンプをしよるってことか。お邪魔します。かわいい！めっちゃかわいいんだけど。なに？お花屋さんしよる感じ？来てくれてありがとう。え、てか、服めっちゃ可愛くない？え、服めっちゃ可愛くない？ほら。超可愛い。肩出しの服や。サンさん。この村の村長さんやね。めっちゃ可愛い。あれかな？移動式のお花屋さんって感じかな。え、めっちゃなんかこの小さい中にすごい可愛さが詰まっとるね。超可愛いんですけど。キャンプ住まいなのに、テントの中がめちゃくちゃオシャレだったわ。いいね、いいね。で、ここのハンモックで寝そべったりだとか、悠々自適に過ごしているのだろうな。ね、いいね、いいね。はい、そして、あ、間違えた。どうも。見ねえ顔だがおめえ客人だな。まあ、ゆっくりしてってくれ、確か。かわいい、ブルースやって。初めて見たんかな？かわいい。いいな、いいな。さ、二軒目の、おっと？お家は？はい、こっち側に。あ、この辺竹とかが多く。ん？あ、なるほど。バスローブとヘアターバン。温泉？あ、待って。住人さんがここに。どうも。ヤンミーさん、ようこそ。どうもどうも。あ、この辺めっちゃ和風って感じやね。そしてほら、やっぱり温泉、ここに？見て見て、露天風呂あった。露天風呂があったよ。なるほど、さっきの服装をして、ここにお風呂を入りに来るってことか。なるほどね。お邪魔します。おー、いいね、いいね、いいね。あ、お客さんたちが、いいな、私お寿司食べたい。私お寿司食べたい。
あ、でもただの温泉っていう感じではない。旅館？温泉旅館って感じなんかな。あ、なんか私ここに。お蕎麦？天ぷら蕎麦かな。はい、奥の部屋へ。ここは、泊まる部屋なんかな。きっとそうであろう。すごい落ち着く空間。いいね。いいね、いいね。こういう静かな空間で日当たりも良好やし。はい、そして、そして、あ、まあ寒くなってきたら冬場とかね、ここに座って、温まることもできると。はい、2階へ。あ、2階はお風呂だ。要は外にあった格好はこれってことよね。ヘアターバンとバスローブ。ずっしり高いレモンパックまでして、そしてお風呂上がりの一杯、牛乳。いいっすね。いいっすね。あ、ほら。お風呂の外には、ちょっとした庭が広がっている。そしてここもね、これ水風呂かな？普通に内風呂って感じ？いいね、いいね、いいね。温泉とか、銭湯とか、いいね、久々に行きたいね。はい、そして地下へ。あ、地下は何？カフェ？あ、コンビニ？かな？あ、コンビニやね。なるほど、なるほど。これは、あ、セブンイレブンということでよろしいのね。セブンイレブンということでよろしいのね。なるほど。お店の店員さんもちゃんとセブンの制服を着ている。なるほど、なるほど。旅館の地下にはコンビニ。そういうところよくあるんかな？まあね、コンビニどこにでもあるけんね。病院の中にもコンビニあるもんね。売店とかじゃなく？普通に。ほい、それじゃあ。すごく和風なエリアだった。超絶和風なエリアだった。あ、この辺も金とか。いいね、いいね。さあ、そしてこっち。あ、橋も和風や。めっちゃ良き。ん？同じ格好ではないね。ベレー帽が一緒なだけか。お兄さん。はーい、呼んだ？どうもどうも。あ、見て、浜辺にレジャーシートが敷いてある。夏場はね、いいよね。はい、お邪魔します。ほ、なんかものすごくとっ散らかってるし、なんだ？宇宙の研究か何かをしているのだろうか。まさかの研究者ですか？なるほど、すげえ。てかこれ何？こんな家具あったっけ？すごい。この子たちは研究員ということかい？ぽいよね、ぽいよね。さあ、それじゃあ2階へ。お、なんか2階すごい落ち着いた感じ。あれ、1階とめちゃくちゃイメージが違う。あ、絵を描くのが趣味なの？へー。なるほどね。なんか小難しい研究ばっかりしようかと思ったらそういうわけでもなく。なんか、本だとか、瓶だとか置いてあるけど、ロマンみたいなのが好きなんかな。編み物とかもするの？まさかの。アイロン掛けも自分でするらしい。ウニさんは女の子？男の子？なんかすごい可愛い部屋よね。めっちゃ可愛い部屋よね。でも男の子なんかな。
話しかけた時にわかるっけ？色。動物だけかな？いや、男の子か。ウニさん。男の子だね。なるほど。すごいなんかね、柔らかい感じの。あ、かわいい、このタイル。柔らかい感じの部屋やったけど。どうも。雪村さん、こんにちは。どうも、こんにちは。あの子、ナタリーって子やったよね。ん？お邪魔します。ここ、雪村さんの家。あ、なんかこれまたメルヘンな感じの。カフェ？っぽいよね。一瞬パン屋さんかなって思ったけど。あ、でも食べる場所のあるパン屋さんもこういう感じかな。すごいメルヘンチックな感じ。え、めっちゃいいやん。超いいやん。このパンダのカップケーキいつも超可愛いなって思うよね。はい、それじゃあ左の部屋へ。左側は、トイレ？これトイレなの？めっちゃオシャレなんだけど。超オシャレなんだけど。なるほど。こういう感じなのね。すごい、なんかトイレの中でまったりしてしまいそうな感じ。ね、めっちゃまったりしそうな感じよね。タオルとか、コスメ的なものまで揃って。はい、そして、2階へ。ん？ 2 階は、これは服屋さんとかなんかな？それとも全然関係なく普通に自分の部屋？鏡の前でオシャレしてる。え、これ自室やったらめちゃくちゃオシャレな人じゃない？まあ、雪村さん、オシャレな感じではあったけど。ファッションが好きなんかな？え、かっこいい。まあ、店のトイレもおしゃれにしとるぐらいけん、自室なのかもしれない。はい、地下へ。え、なに？地下は、映画館ですか？めっちゃいいやん。いいね、いいね。いいね、いいね。なんか拍手みたいなのに聞こえんかった。気のせいか。テレビの中の音？もう地下が映画館。もしかしたらまあホームシアターかもしれんけど。でもどちらにせすごくおしゃれ。雪村さん。どこ行った？この人か。あーでも、さっぱりしたおしゃれな感じの人なのかな。それなんかね、ゴテゴテした感じではなくっていう感じやね。あ、この辺はすごい獣道。ね、あのこっちの方とかはめっちゃ、この前デザインで道が作られたんやけど、前デザインで作られた道と、この辺からはなんかすごい、獣道でできた道っていう感じ。すごいね、なんか、使い分けられとる。良きだわ、獣道。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか、春っぽい村久々かな？え、めっちゃ良き。この桜が散りよる春の終わりっていう感じもすごいいいね。